ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティの咲です。今回お届けするテーマはこちら。衝撃、日立製の高速鉄道が初日にトラブルも。イギリス現地からは意外な声が。日本が組み立てていれば、 EU 離脱後のイギリスを象徴してる。日本の高速鉄道である新幹線の製造運営技術は海外からの評価も高いことから、日本政府は成長戦略の一つとして高速鉄道をはじめとした鉄道事業のグローバル化を掲げています。しかし高速鉄道の輸出に関しては一筋縄ではいかない問題が今もなお山積みであることが判明しました。日本が受注したイギリスの高速鉄道でもトラブルが発生。しかしイギリスの人々は日本を責めるどころか自分たちに原因があるのではと考えているようです。一体どういうことなんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。産業革命発祥の地イギリスは1825年に世界初の蒸気機関車が誕生した地でもあり、いわば全ての鉄道の母なる国です。そして日本の鉄道の歴史の始まりも明治時代にイギリスから鉄道の技術を学んだことにありました。しかし鉄道先進国であるはずのイギリスでは1993年の鉄道民営化以降、鉄道事業が不安定になり、車両を他国から輸入する割合が高くなったそうです。そこに目をつけたのが電気機器メーカーで鉄道事業でも有名な日立製作所ですが、イギリスの入札にはなかなか成功しませんでした。当時イギリスでは日立といえば家電メーカーという認識しかなく、鉄道メーカーとしての知名度が皆無に等しかったからです。そのため在来線車両に日立製の機器を搭載して安全性と信頼性をアピールしながら現地の雇用創出に貢献するなどの努力を積み重ね、2005年にやっと高速鉄道クラス395の受注に成功。これは日本が欧州で初めて受注した高速鉄道でした。この時日立製作所は鉄道の生みの親であるイギリスへの恩返しのような気持ちでクラス395の開発に臨んだそうです。ご存知の方も多いと思いますが、実は日本の新幹線の製造運営技術をそのまま欧米の高速鉄道に使うことはできません。この理由の一つとして、まず海外の高速鉄道が多くの場合在来線と変わらない路線を走ることが可能なのに対し、新幹線は在来線との互換性を持たない専用路線、高速新線でのみ走行可能であることが挙げられます。また事故のリスクを極力減らした日本の新幹線は事故は起こらないものという前提で製造されており、車体の剛性に重きを置いていませんが、海外の高速鉄道には事故が起こった時のために頑丈な車体が求められることも大きな違いでしょう。このような違いの他にも、特に欧州規格と呼ばれるイギリスの鉄道システムに適合させるためには様々な規格やシステムの見直しが必要で、クラス395開発の道のりは決して平坦ではありませんでした。試行錯誤の末、日本の新幹線に使われる技術を欧州規格に適合させて誕生したクラス395は納期の半年前に納められ、イギリスの人々に日本の鉄道技術の高さを知らしめるきっかけとなりました。またジャベリン、投げ槍という愛称で親しまれるクラス395は乗客の利便性の向上のみならず沿線都市の発展にも貢献し、2012年に開催されたロンドンオリンピックでも会場アクセス用として大活躍したそうです。その実績が認められ日立製作所は2012年にイギリスの都市間高速鉄道計画 IEP の正式契約をしました。この IEP とはイギリス国内の老朽化した車両を全面的に一新する計画で、イギリスの鉄道史上最大のプロジェクトのことです。日立製作所はロンドンと主要都市を結ぶ都市間高速鉄道の車両866両と27年間にわたる保守サービス業務を一括受注し、受注後 IEP 向け高速車両であるクラス800の開発に着手しました。走行予定の路線には非電化区間もあるため、将来電化されることを見込んで車両の床下に着脱可能のディーゼルエンジン付き発電機を搭載して対応したほか、クラス395をベースにして最新の欧州規格
およびイギリスの鉄道規格へ適合させたそうです。クラス800は12編成を日立製作所の鉄道部門である山口県の笠戸事業所で製作し、その後イギリスの北東部ニュートン・エイクリフに新設された工場で車両の製作および組み立てが行われました。クラス800が採用された鉄道会社は2つありますが、その中でも最初にデビューを飾ったのはグレートウェスタン鉄道で、ロンドンからウェールズ間を結ぶ区間で投入されたそうです。そして2017年10月16日に迎えた営業運転の初日、下り一番列車はイギリス人の交通アナリストから日本の新幹線の乗り心地を思い出すとコメントされるほど好評でした。しかし午前6時に出発予定だった上り一番列車は予期せぬ3つのトラブルに見舞われたのです。まず出発が20分遅れました。これはトレインマネジメントシステムの立ち上げ時の設定に誤りがあったために起きた遅延だそうです。そして客室の天井にある空調機器から水が漏れ、座席が水浸しになりました。この原因は空調の排水管の逆流防止弁がうまく働かずに水が溢れたものでした。さらにクラス800の最大の特徴である電角管と非電角管のモードの切り替えの設定が間違っていたため、パンタグラフが上がらず立ち往生するという日本ではまずありえないようなトラブルの数々に見舞われました。運悪くと言うべきか、この列車にはイギリスの運輸大臣クリス・グレーリング氏をはじめ多くの政府関係者やマスコミ関係者なども乗り合わせており、このトラブルはイギリスの公共放送 BBC ニュースや複数メディアで大々的に報道されたそうです。日立製作所のイギリスにおける鉄道システム事業会社日立レールヨーロッパのカレン・ボーズウェル社長は SNS 上に謝罪のメッセージを掲載し、ニュースを知った日本人からは日立がやってしまったという驚きと嘆きのコメントが殺到しました。では当時イギリスの人々からネット上に寄せられたコメントはどのようなものだったのでしょうか。普通に考えると日立に対してのクレームで大炎上しそうですが、イギリスの人々からは意外な声が聞かれましたので、ここでその一部をご紹介したいと思います。大した問題じゃないよ。イギリスじゃこれくらいのこと恒例行事だろ。僕が今まで使ってきた日本製品の品質とだいぶ違うようだけど、多分イギリスの作業員が組み立てるときに何か見落としてたんじゃないかな。しかし俺たちの国は技術大国だったはずなのに、なんでこんな国になったんだろう。設計と部品の製造は日本みたいだけど、俺たちの国はそれをちゃんと組み立てることさえできないのか。日本の鉄道は時間に正確なことで有名なのに、一体なんで遅れたんだろう。それは日本で走ってる時の話。イギリスは古い信号システムと新しい信号システムが入り乱れてるし、電角管と非電角管があるからある意味仕方ない。ほなクラス800の車体に書いてあることが答えさ。日本で設計しイギリスで組み立てましたってね。なんだ、組み立てがこっちだから結局いつものイギリスの列車って感じになったわけか。まるで EU 離脱後のこの国を象徴しているようだ。このようにイギリスの人々からはブーイングが殺到したのかと思いきや、逆に驚くほど自虐的なコメントが多数寄せられていました。普段から鉄道トラブルが多いイギリスでは、人々もちょっとやそっとのことでは驚かないようです。クラス800はその後しばらくは大きな故障やトラブルなどもなく順調に走り、電車タイプのクラス801やディーゼルエンジンの出力を向上させたクラス802などもデビューしました。しかし2021年に入るとまたもショッキングなニュースが飛び込んできます。4月にクラス800の台車の安定増幅装置である溶ダンパーブラケットの接続部に最大で深さ 15mm、 長さ 28.5cm の亀裂が見つかり、5月にはさらに追い打ちをかけるように車両を持ち上げるためのジャッキングポイントに深刻な亀裂が見つかったのです。これらはイギリスの鉄道安全標準化委員会により重大事故につながる国家インシデントとされました。亀裂の入った車両はなんと800車両にも上り、全車両の修理に1年半程度を要することからクラス800の運行はしばらく見合わせとなりましたが、現在は徹底点検を実施した上で問題のない列車だけを運行しているそうです。
その後、日立製作所のアリステア・ドーマ副社長は2021年6月8日に開かれた投資家向けの説明会の中で、割れの原因は車体に使われているアルミ合金の応力腐食割れだったことを明らかにしました。応力腐食割れとは、特定の環境下に置かれた合金に引っ張り応力が発生することで割れる現象のこと。これは車体設計前に日立製作所がイギリスの気候や環境などを十分調査しなかったことが原因になったのではとも言われているようです。私たち日本人にとって鉄道の日立がなぜとショックを受ける出来事ですが、事故が起きる前に亀裂が判明したのは不幸中の幸いだったとも言えるでしょう。今後同じようなことが起きないようにしっかりとした対策が取られるといいですね。日本の電車は中古であっても評価が高く、特に発展途上国ではたくさんの日本製中古電車が現役で走っています。そんな中でも特に中古電車天国と呼ばれるのはインドネシアの首都ジャカルタ。インドネシアでは2000年以降、電車の老朽化により稼働車両が減少していく中で経済成長を迎え、特に都市部では通勤電車の需要が大いにあるにもかかわらず、今までの古くて汚い電車は減塩されがちだったそうです。そこで投入されたのが日本の中古電車でした。中古でありながら冷暖房付きで新車同様の高品質な日本の中古電車の大量投入は、朝のラッシュ時に3分間隔で電車が到着することを可能にしたそうです。そして現在のジャカルタの朝の通勤ラッシュの光景は日本の通勤ラッシュを彷彿とさせるものになったのだとか。またミャンマーでは200両近くの日本の中古機動車が存在するほか、現在日本政府は ODA の一環としてミャンマーに中古機動車を無償譲渡しています。タイ、フィリピン、マレーシアなどでも日本の中古電車が人気で、現地の人々の移動手段として重宝されているそうです。日本で役目を終えた中古電車が海外で第二の人生を歩んでいることは、私たち日本人にとっても感慨深いものがありますね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。